初代、小野松小六は、江戸中期の歌舞伎役者。矢後は、音羽屋、一時期新音羽屋。縄文は四つ輪に抱きがしは。背名に重戦、三笹松陸、松六。松六は、晩年になって、背名を名跡として名乗ったもので、全名の初代、小野松助としても知られる。初代、松六の出自については明らかではないところがある。明治十五年間の、 歌舞伎新報1429号書集の、小野小六略伝には、大阪祇園の小芝居方、徳次郎の息子で陽名を、徳蔵、法暦五年に、父と共に、江戸に下り、初代、小野菊五郎の門下となって松助と名を改めたと、あるが、大正二年間の劇評家の伊原敏郎著の、近世日本演劇史では、徳蔵は、江戸の生まれで、初舞台は、法暦六年としている。 しかし、遠鏡元年誕生なら、法歴6年には13歳であり、これは、当時の役者の初舞台としては遅く。また、法歴12年には子役から、お山となっているが、この時でもすでに20歳で、これも10代半ばで子役からお山に転校する当時の、例から見れば、遅すぎる。歌舞伎研究家の渡辺保はこれについて、特造は、実は、少年時代に、 色子として売られ、当時は、売れっ子の色子となっており、舞台はほんの名目に過ぎなかったためではないかと、推測している。いずれにせよ尾上松助の名が初めて世に出るのは、法暦5年11月の市村座でのことである。その後、名は7年には、小山から立役に転校している。その理由については、師匠の初代菊五郎に習ったものと言われるが、 本来がお山に収まりきらない、荒っぽいところがあったせいだとも言う。後にはさらに実悪となり、鏡山物の曲岩藤も、当たり役として、たびたび務めている。彩り入り音ギグサの尾畑小平寺尾上小6の、元人坊主。歌舞伎、形成での山吹より芝居の仕掛け物について、自身で工夫して見せるのが好きで、特にカツラの生え際に歯舞台を使い、 そこに一本ずつ髪の毛を植えるようにしたのは、松助の工夫であるという。そんな松助が今日は四年七月、狂言作者の勝田原倉と提携した、天竺特命神氏が大当たりとなり、以後本狂言には、怪談狂言の役者として、名を馳せるようになる。その後も、南北と提携し、彩りりり音ギグサの尾畑小平次や、奥に午前化粧卿の奥に午前などの当たり役を、 残した。文化6年11月、拝命の小六を名跡として、小野小六と名乗り、松助の名跡は、養子の初代、小野英三郎に譲った。背が高く養子に優れ、小山時代にはその舞台姿が、初代、中村富十郎によく似ていると言われたが、後にはその背の高さや柄を生かし、しばらくの受けや伊達草動物の日記壇上など、 存在感のある悪役を演じた。また音楽にも秀いて、立ち役になってからも、弾の裏かぶと軍機の、アコヤコと攻めの弾で、形成アコヤを務め、三曲を引きこなして、評判となった。階段狂言の中では、早変わりや、舞台の仕掛けといった懸念も、得意としたが、こうした、階段物が三代目菊五郎以降、音綾の芸として受け継がれていくことになるのである。 ありがとうございます。